はい、皆さんこんにちは。緊張しすぎるマイシャイン東海ってです。今日もねデック紹介をやろうと思うんですけれども、今回ご紹介するのはこちら、バイスクルの、ジャパンデックの、ブラックブルーかな、こちらをご紹介したいと思います。で、一応前回ね、こちらの、バイスクルジャパンデックの、ブラックピンクですねを紹介してるんですけれども、もし、ね、見てない方は動画下概要欄に動画のリンクを貼っておくので、そちらからご覧になってください。で、一応その前にね紹介したデックのね動画のリンクも貼っておくので、合わせてそちらもご覧になってください。で、今回ねまあ、このブラックブルーを紹介するんですけれども、こちらのブラックピンクと一緒に比較をしていきたいと思っているので、ぜひね参考程度に見ていただければと思います。ってことで早速近くで見ていきましょう。はい、近くで見せるとこんな感じ。なんかね、このブラックブルーもめちゃめちゃかっこいいよね。で、前回紹介したブラックピンクと比較すると、こんな感じ。まあ、こっちもね、かっこいいんだけど、まあ、どっちかっていうと、まあ、ちょっと可愛らしい感じのデザインだよね。まあ、なんか、女性受けしそうな、感じの色合いです。で、まあ、色合い的にはね、まあ、前回紹介したものと同じ、すごくね、蛍光色っぽい、感じの色合いをしてます。で、まあ、横こんな感じでいつも通りです。で、こっちはエアクッションフィニッシュメイドイン USA。で、下は、まあ、こんな感じで、KY 製で、右下、リサイクルペーパーが使われています。そして裏はこんな感じ。いや、すごくね、この色合いめちゃめちゃかっこよくない？まあ、すごくね、かっこいいんだけど、この見事な、この青と黒の絶妙なバランス、めちゃめちゃいいよね。で、まあ、シールは黒です。KY 製なので。って感じですね。では早速ね、フィルムを剥がしちゃいましょう。はい、では早速ね、開けていきましょう。まあ、ここら辺は慎重にいきたいと思います。まずこちら、スペードのエースですね。で、前回紹介したブラックピンクと同じ、色合いがね、片方が、濃くなっていて、もう片方が薄くなっています。で、僕個人的な意見ですけれども、ここら辺ね、統一して欲しかったなっていうのが、僕個人的な意見です。まあでも、これはこれで十分いいと思いますけど。で、これ、スペードのエース。なんかね、全体的に青色だよね。前回紹介したブラックピンクの時は、ここら辺が、黒かったんですけれども、今回これね、全体的に青くなってますね。これはなかなか面白い。で、スペードの S、スペードの2。あ、これも全体的に青くなってますね。ということは、黒いカードはこんな感じで青くなってるんですね。これはなかなかいいですね。まあ、青というよりかは、水色に近い感じですね。で、絵札こんな感じ。なかなかいいよね。うん。で、ダイヤはこんな感じ。まあ、赤いカードはね、そのままっていう感じですね。まあ、これはこれですごくいいと思います。まあ、色合い的にも大きさ的にも、十分いいと思います。で、絵札だけ、こんな感じで青くなってますね。マーク以外は。なかなかいいですね。で、クラブ、こんな感じ。なんかこれもね、めちゃめちゃいいですね。変わっていて。ハート、こんな感じ。そして、ブランクカードがね、2枚ついてます。これ前回紹介した、ブラックピンクも同じです。表は以上です。続いて裏を見ていきましょう。こんな感じ。いや、すごく濃いね。めちゃめちゃかっこいいです。で、前回紹介した、ブラックピンクと比較してみましょう。こうやって見比べてみるとね、一目瞭然だと思います。こうした方がね、わかりやすいかと思います。いや、この色の濃さ、めちゃめちゃわかりやすいね。皆さんでしたら、これどっちが好みですかね。まあ僕個人的には、こっちの方がね、
めちゃめちゃ好きですね。まあ、もちろんね、こっちもいいんですけれども、まあ、かっこよさ的には、こっちの方がベストかなと思います。まず最初に、広げてみましょう。表だと、こんな感じ。すごくね、いい感じじゃない？ねえ。まあ、赤はね、そのままなので、あれなんですけれども、ただね、こういった、青いカードが、めちゃめちゃいい感じ。もう一度広げると、こんな感じ。めちゃめちゃいいね、これ。で、問題は裏。こんな感じ。うわ、すごい綺麗。めちゃめちゃ綺麗だね。まあ、青も青で、すごくいい感じです。で、前回ね、紹介したブラックピンクも、広げてみます。こんな感じ。まあ、こっちもね、めちゃめちゃいいよね。じゃあちょっとね、比較してみたいと思います。ブラックピンクと、そして、ブラックブルーですね。こんな感じ。まあ、皆さんでしたら、どっちが好みですかね。かっこよさ的には。まあ、僕個人的にはこっちの方がいいかなと思います。まあ、こんな感じで、色合いもね、ちょうどいい感じですし。で、あと印刷のズレもね、ないですね。これは大変ありがたい。じゃあ今度は、混ぜてみましょう。リフルすると、すごくね、やりやすいです。前回紹介したブラックピンクと同じ、質の柔らかさです。うん、ちょうどいいね。まあ、こんな感じで、テーブルリフルもやりやすいですし、まあ、あとはね、ファローも、すごくいい感じに入ります。で、あとは、ファン。来てもね、こんな感じで、すごくいい感じです。裏でやっても、すごく綺麗ですね。まあ、すごく、いい感じの、デックです。まあ、前回紹介したね、こちらブラックピンクでも、やってみるんですけれども、まあ、こんな感じで、すごくやりやすいです。まあ、ファローもね、めちゃめちゃ入りやすかったので、すごく、使いやすいです。まあ、テーブルリフルも、やりやすいですね。まあ、いつも皆さんが使っている、まあ、バイスクルと同じ質ですね。で、続いて、エンボスを見てみると、こんな感じ。光の反射で見てみるとね、至るところに、ブツブツがあるのがね、見えますか？まあ、これがね、エンボス加工がされている証なんですけれども、まあ、これがあることによって、カード同士が、くっつきにくくなるという特性があります。まあ、このデックならではの、特性ですよね。すごくいい感じです。まあ、質もね、すごくちょうどいいので、特にね、こんな感じで、カードを広げた時の、滑りもね、すごくちょうどいいので、特に、ね、初心者の方がやると、すごくね、カードを簡単に扱いやすいんじゃないかなと思います。で、特に一番やりやすかったのが、シャッフル系ですね。一度やってみると、こんな感じ。なんていうのかな。カードの弾力、腰っていうのかな。と、あとカードの、まあ、滑りがね、見事にマッチしている。だから、シャッフル系とか、あとカット系などがすごくやりやすいです。あとね、裁断こんな感じ。ちょっとね、カメラ越しなので分かりづらいかもしれませんが、本当にね、ズレはほぼないですね。もうめちゃめちゃ、最適な、バイスクルです。で、あとやっぱりね、デザインだね。まあ、色合いなんですけれども、すごくいい感じ。で、先ほど、比較用で紹介した、ブラックピンクと比較してみたいと思います。こんな感じ。何回も言いますけど、皆さん、どっちが好みです？まあ、僕個人的には、こっちですね。かっこよさ重視なら、こっちの方がベストかなと思います。まあ、こっちはね、僕個人的には、女性受けしそうな感じのデザインかなと思います。まあ、表もね、こんな感じで、赤いカードはね、ピンク色っぽくなっているので、まあ、すごくね、可愛らしい、デザインかなと思います。まあ、そういった意味を含めると、この色合い、すごく、
いい感じだよね。まあ、見た感じすごく、明るくて、蛍光色っぽい感じの色合いをしているので、すごくね、わかりやすい、デザインかなと思います。で、あとね、こういったデザインにしたことによって、見えるかな？四隅の、こういった部分が、目立ちやすくなってますね。前回ね、比較用で紹介した、バイスクルのブラックと比較するとね、ほとんどね、この四隅のこの部分が目立ってなかったんですけれども、今回ね、このブラックブルーの、まあ、デザインにしたことによって、この四隅のね、天使かな？わかりませんけれども、そういったのがね、こんな感じで、目立っています。まあ、すごくいい感じの、デザインですね。はい、ということで今回は、バイスクルのジャパンデックの、ブラックブルーを紹介したんですけれども、すごくね、かっこいいデックでした。で、前回ね、紹介したブラックピンクも、ビレッジヴァンガードで手に入れたんですが、こちらも、1個900円でゲットしたので、もしね、欲しい方は、お近くの東急ハンズとか、あとはまあ、ネットですね、とかで、お買い求めください。一応ね、このデックが売っているところの、ショップのリンクを、説明欄に貼っておきますので、ぜひね、欲しい方はそちらからチェックして買ってみてください。はい、ということで、この動画少しでもよかった、ブラックブルー欲しい、かっこいいと思ったら、評価、チャンネル登録もお願いします。そして私、伊藤海人の、Twitter、Instagram、LINE ブログ、TikTok もやってますので、説明欄からフォローお待ちしてます。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。